C'est très bête. おじいちゃんのこと待ってたんで、島さん。そうなんですか。車の中入って考えようか。
目があって鼻があってちょっとお猿さんみたいな顔に見えますか？これグリ模様というんですが、模様を覚えておいてください。何か違いますか、この模様？はい、反対になっているの分かりますかね。唯一この1本だけが模様が逆さまなんです。なぜかというと、陽明もあまりに完璧にできました。完璧なものには魔が差してしまうということで、あえて間違えることにより魔が差さないように。あとはもう一つ、完成されてしまったもの、次の瞬間から何が起こるかというと、壊れることが始まります。あえて間違えることにより、この門はまだ未完成だから、これから先も壊れることはないだろうという昔の方の常人の方が伺える柱です。この柱を魔除けの逆さ柱と言いますので、有名な柱から覚えてね、変えられてください。魔除けの逆さ柱。